名古屋市立藤森中学校は、名古屋市名東区小池町にある名古屋市立の公立中学校である。名古屋市の東部、藤ヶ丘にある名古屋市立の公立中学校。近辺は住宅街地域であり、名古屋市営地下鉄東山線と愛知高速、交通東部丘陵線の藤ヶ丘駅からは少し離れる。校名は1980年に、 名古屋市立井の志高中学校東部方面分校が独立する際に学区がかつての藤森村の範囲と一致したことにより命名されたものという校名に含まれる藤の花びらを3枚重ねて図案化したもの3枚の花びらは学校の教育目標である知・徳、体の調和と統一を取れた人間形成を願う意味と 学区に所在する三校の小学校を示す意味を持つという。校歌は、柴田正史が作詞、川島博が作曲したものが制定されている。作詞者の柴田正史は、付近の発展に尽力した、藤森東部土地区学整理組合の組合長であり、学区内の名古屋市立藤川岡小学校の校歌も、作詞している。藤川岡小学校、本郷小学校、 豊が丘小学校の三学校をその範囲としている。ミがガ丘、アサが丘、石金町、豊町大技藤森あざ、かなレ、豊町大技藤森あざ森、上屋城二丁目、小池町、高柳町、宝が丘、照が丘、富が丘、モウチが丘、藤花町、藤ヶ丘,丘、藤里町、藤,町藤見ヶ丘、藤森二丁目、藤森西町、本郷一丁目、 本郷2丁目、本郷3丁目、豊川丘を通学区域として指定している。2018年4月4日現在の生徒数は以下に示す通りの生徒数をそれぞれ含む愛知県小中学校市によると生徒数の変遷は以下の通りである。ありがとうございます。